こんにちは。今日はちょっとさっき面白いこと発見したので、じゃん、ブレスレットでちょっと面白いことやってみようかな。これ知ってる？これはわかるかな。シトリン、これはタイガーアイだね。これラピス、ラピスラズリで、これがアメジストだね。執着の石今回これは、ちょっと師匠から前にチャクラを開く石で買った石なんですけど、さっきちょっと面白いことがあったので動画を撮ります。まずね、立つね髪の毛長いでしょこの手をね、ブレスをした時にどんな反応があるのかっていうのを見てもらおうと思ったんですよ。例えば今これね、今手を下ろしますよ。ストン。この石をブレスレットをすると力が抜けて落ちるんですよ。じゃあ次、タイガーアイ。タイガーアイはどうなるか。ストン。この辺で止まります。この辺でストン、力が止まるんですよ。浮くんですね、手がね。こちらの、忘れちゃった。もう全部力が抜けてズドーンと落ちてしまうのに対して、タイガーアイは、私の場合ね、ストン、ここで止まります。じゃあ、シトリンは？これ、力がもう全然入りません。シトリンすると、劇的に力が抜けます。じゃあ、アメジスト。これはね、まあ、この辺。この辺で止まります。この辺。ちょっと浮くのね。少しだけ浮きますね。じゃじゃーん。ラピスラズリ。ラピスをしたときどうなるか。これがまたね、ここで止まるんですよ。かなり高い位置で止まります。から下に落ちない、手が落ちない。無理にやれば落ちるけど、浮遊してるんですよ。手が浮いてるの、ほら、しっかり力が入っててね。すなわち何が言いたいかっていうと、波動療法ってこれなんですよ。もう本当に合う波動だと体が軽くなっていく。もう手が浮いてしまう。このくらい違うんですね。例えば、反対の手だとまた、まあ一緒か。このラピス、ラピスラズリをダウジングすると、私の手の上で止まるわけですよ。じゃあこれね、さっき力が抜けて、出てこない。しまった石。もう、まるっきり。これね、この子ね。この子ね。やっぱり自分に合わないから、ダウジングすると、一人回りますね。回るのとね、ちょっとごめんなさいね。こうやって回るのと、こうやって動くので意味違うんですよ。こうやって前後で動く、前後とか、こう左右とかね。で動くので、意味違うんです。で、アメジスト。少し浮いたよね。これも止まるのは止まるんですよ。私にとってパワーのある石だから。じゃあタイガーアイ。タイガーアイはっていうと、やっぱり止まるんですね。これね、例えばこうやって回ってるものをね、無理に止めようってね、ちょっとなかなか難しいんですよ。これをね、回そうとするとこうやって回さないと回らないんですよ。回しても腕痛くなりますね。痛い。痛たたた。ダウジングって面白いですよ。私、裏チャンネルでダウジングの治療やってますけどね。探し出せる人いたらどうぞ。私にとってこのラピスが一番今パワーありますね。だから、このラピスをつけると、私にとっては、どうかな？手が軽くなります。波動療法で皆さんができることってたくさんあるんですよ。
石屋さんに行って選ぶのもいいし、まあ、できたら石屋さんは暗め のお酒と一緒です。お酒、酒屋さんって少し薄暗くてお酒に光が当たらないようにしてるお酒屋さんの方が美味しいお酒売ってるって知ってます？ガンガンに電気当ててるお店はちょっとあかん感じなんですよね。で、石屋さんもそうで、本当に石のことを考えたら光をガンガン当ててるところはいまいちらしいですよ。で、本当だったら半紙で包んである、まあディスプレイしてね、見せてる石を半紙で包むのはまず難しいですよね。だからまあそういう石はどちらかというとインテリアだと思ってください。で、自分に合う石っていうのはこうやって体がねこう浮くとか、もうちょっとやるとこう首とかちょっと合わない石やってみましょうか。今これ動かない、ね、痛いで合う石をやると動く。私髪の毛長いからあんまり分かんないかな家具とかだからお店でね、例えばこう何か石を持ってみて合う石であれば、こうボキボキ言ってます、体に合う石であれば体がこう肩でもいいんですけどね、軽くなるんですよ。だから例えばこの石、私今やったらボキボキする、反対向けますね。反対向けたら、まあでも両方大丈夫かな。この石は自分に合うんですね、翡翠。この石を首からかけてると自分にとってはプラスのエネルギーになるんですよね。じゃあどうしようかな、合わない石を探してみようか。例えばこの子、この子ね、コンプレックスの石なんですよ、同じ翡翠でもね。これをやるとこっちが動かなくなるから、あ、胸が痛い胸まで痛い痛いパスパスパス。合わない石っていうのは自分の体に痛みとか不快感出ます。今この本翡翠、翡翠違うんです、ほら物が違う。こちらだと痛みがなくなりますね。さっき胸痛かった。これラピスで、形によっても違いますよってお話ししましょうか。例えばこれ今持ってみますね、動かない、ちょっと胸が痛い。この勾玉の形でラピスを持つと私にとってはバズなんですね。この形は合ってない。だけど、ブレスであると、ブレスレット今外して、今持ちますよ。動くんですよ。体が軽くなるんですよ。ここにする。ね、左だと、動きがちょっと悪いから、やっぱり右ですね。右手で持つことによって、右手からパワーを放出することができる。だから私にとって、このラピスラズリは、今右手にいい石ですね。なので皆さんも形もあります。自分にとってねいい石の形であったりとか、例えばね、ちっちゃい、これなんでちっちゃいかっていうと、これ携帯用なんですよ。スマホとか携帯、ガラケーとかにつけてました。で、人間の生態に影響を及ぼす石ってこのサイズ32ミリ以上って言われています。で、ここがちゃんと丸いね、丸くて角ってなってるのダメですよ。角がこっちもあんまり角ってなって良くないですよ。例えばローズクォーツもね、こういう形してますよね。これをこう合わせた時にね、2つ回転するわけですよ。尻尾から入って頭から抜けるしました。こういう回転を今しています。この回転によって
エネルギーをつけてくれる。これ波動療法で使うんですけど、半紙に名前書いて、まああんまりね力のない人だったら写真の方がいいです。写真にこれをね置いて、その人にパワーを入れます。こういう波動療法やってます。あとは、まあ、こういったね六角柱、六角柱っていうのはこうやって持つ。中指に当てる。ここからエネルギー出ます。右手です。これに対して左手は逆、入れる。六角柱のエネルギーを通して強いエネルギーを入れるときは左手で、先端が中指まっすぐね。これ横じゃダメなんですよ。横だと違う意味になってきます。縦ね、こうやって持つ。こちらの右手は反対、抜けるように。これこうやってね、手のひら上にして瞑想します。これによってね、右手から邪気抜き、逆にこの左手精気を入れてパワーをつけます。こんなのもありますよ。じゃん、見えます？竜、もっと近づく？よいしょ。あ、見えないか、かえって。竜が掘ってます。これを使ってね、治療することもあります。あとはそうですね、どんなのあったって見たい？あとあるのは、丸い石はね、今度にしましょうね。あ、この子たちね。じゃん、ピラミッド。ピラミッドもあります。ちょっと、怒ってるじゃん。このピラミッドで、ここからね、太陽の光を入れて、下に写真を置いてね、これでパワーをつけるっていう治療もします。よいしょ。で、全ては半紙の上でね、管理してくださいね。半紙って結界です。日本産の半紙、半紙の上に載せることによって外からのいろんなものが入ってきません。半紙を使ってください。では今日はちょっと面白かったんで、自分に合う波動どんなのかな。もう本当にさっき見せたように、もう手が途中で止まってしまいます。よいしょってやれば降りるけどね。ここですね。まあこれを意識しないでね、力を抜けばストンと落ちますけど、この自分に合う石というのは、あなたの力を、倍化させてくれる可能性があるものです。よかったら自分に合う石探してね。またね。あ、うち、石も売ってます。